どうもオイリです。今回いただいた質問が、包丁の種類ってどのくらいあるんですか、よくあるものから特殊包丁まで知りたいですってことなんですけど、これさっきいつも通り言うと、包丁の種類っていうのはだいたい僕が知ってる範囲ではだいたい40本ちょっとあります。今日紹介するのは42本ぐらいなんですけど、だいたいそのくらいですね。もちろん調べれば調べるほど他にはあるとは思います。なので今回のテーマっていうのは、一体まあ日本にですね、どのくらいの包丁の種類がまああるのかってことをテーマにやっていきます。そして今回の動画を見るメリットっていうのは、もうこの世にどういった包丁が存在してるのかっていうのが分かるっていうのはもちろんなんですけど、本当にもうすごい変な包丁結構紹介するんですよ。もうこれ専用の包丁あるんだみたいな、そういった包丁も紹介するので、まあ聞き流してもらって大丈夫です。なんですけど、もし自分がその食材にいつか対面した時ですね、その、まあ、食材が切らなきゃいけないとか仕事になった時に、あ、そういえばオーリーさんこんなこと言ってたなって思っていただけたらいいので、ぜひ最後までご覧ください。本当にしかもこの今日の話すごく面白くて、僕すごい楽しみにしてたんですけど、めっちゃ変な包丁ばっか出てくるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速今日も楽しい包丁のお話をしていきます。ではもう順番にお話ししていきたいんですけど、まあテーマを2つに分けようと思ってて、一般的な包丁ですね、まあよく使われるような、よく耳にするような包丁で、その次に、まあ、特殊包丁、結構、まあ、珍しい包丁っていうのを紹介していきます。では早速一般的な包丁ですねについてお伝えしていきます。まあこの一般的な包丁っていうのは勝手に僕が仕分けただけなんですけど、僕がその思う一般的な包丁っていうのは、5本あるんですね。その5本っていうのが、まあ皆さんご存知の通り、三徳包丁、そしてペティナイフで、牛刀で、魚をおろすための出刃包丁と、魚をその引いたりお作りにするための刺身包丁、この5本です。この5本が、まあ、一般家庭でも、まあ、比較的自宅にあるようなものだと思います。ではこの5本ですね、1本1本軽く解説していきます。ちょっと1本1本深く解説していっちゃうと、今日の動画っていうのはもう1日経っちゃうので、本当にもう40本全部深く解説したらやばいぐらいの時間になっちゃうので、もうざっくり説明していきます。では順番にいっていきます。まず三徳包丁ですね。三徳包丁っていうのが、まあ基本的に、まあ皆さんご存知の通り、こういった形状のもの、ちょっとこれ色が黒いのは、まあちょっと置いといて、こういった長さのもので、こういったちょっとボテッとしたような形のもの、これが三徳包丁というものです。で、大体の三徳包丁っていうのはこの長さなんですけど、もちろん刃物メーカーによって180ミリだったとか165ミリだったとか、まあもうちょっと小ぶりの中三徳って言われる150ミリぐらいのものもあるかもしれないんですけど、比較的三徳包丁って言ったら大体このサイズです。で、まあ三徳の三っていうのは肉、魚、野菜の三徳ですね。まあ万能包丁とか文化包丁って言われるんですけど、まあ何でもよってことです。ただ何でもよってことなんですけど、基本的にだいたい骨とか冷凍食品っていうのは基本的に NG なとこが多いので、そこは注意するようにしてください。では次、牛刀に関してはこの三徳包丁よりも、イメージとしてはこの三徳包丁よりも刃渡りが、まあ、長いものがいろいろあるっていうのが牛刀っていう捉え方でいいです。なので牛刀って牛に刀って書いて牛刀なんですけど、よく勘違いされがちなのが、まあ、肉専用の包丁だと思ってる人多いんですね。でもそんなことなくて、三徳包丁同様万能包丁です。もう何でも使えるようなかなり万能な包丁。ただ違いがあるとしたら、刃渡りがいろいろあるよっていうのと、形状が三徳包丁と比べて若干シュッて、なんかまあスタイリッシュというか、ちょっとシュッてしてるんですね。そういった違いがあります。で、このまあ三徳と牛刀の扱い方、自分はどっちが向いてるんだろうっていう、まあ詳しい動画以前上げたので、よかったらこちらご覧いただきたいんですけど、まあ三徳と牛刀は用途は一緒なんですけど、その使い方、その切り方によってちょっとそのコツとか得意なことっていうのが変わってくるので、ここはまあ自分でいろいろ試してみてください。で、次ペティナイフですね。ペティナイフっていうのが、ペティナイフっていうのは小ぶりな包丁です。よくフルーツナイフとかですね、フルーツナイフって言われるんですけど、ペティナイフっていうのは些細なっていう意味があります。だから、まあ、ペティナイフっていうのはかなり、まあ、小回りの効いた小ぶりな包丁です。で、用途としてはこれも同じく何でも包丁です。だから、食材が大きい食材とかじゃなければ、むしろペティナイフだけでもいいんですよ。だから、ペティナイフっていうのはかなり万能なんですね。本当にちょっとした時に出して、ちょっとした時にもう使えて、でもすぐ拭いてすぐしまえてっていう、かなりその万能な包丁ではあるので、これは1本持っておくとすごく重宝します。
はい、ではこれがペティナイフです。今三徳、牛刀、ペティを紹介したんですけど、まあ、この3本はかなり基本ですね。一般家庭でもすごく多いと思います、使ってる人で。次の2本っていうのは基本なんですけど、まあ、魚を扱わない人からしたら、まあ、持ってないことは多いと思うんですけど、まあ、基本的にその魚を扱うってなったら、もうデバと刺身っていうのはこの2本っていうのは絶対出てくるので、まあ、一般の分類で紹介させていただきます。でデバ包丁っていうのがまずどういったものかっていうと、デバ包丁っていうのは魚をさばくための包丁です。さばくのに特化した包丁ですね。とにかく特化してるんですよ。さばくのがやりやすい。その理由っていうのが、魚ってやっぱり骨があるじゃないですか。だから骨に当たってもそんなに欠けにくくて、しかも丈夫なように作られるために、結構三徳包丁と比べて厚みもかなりあるんですね。だいたい、まあそうですね、5倍6倍ぐらいあります、厚みに関しては。まあ長さによってもっとごっつかったりするんですけど、かなり厚みっていうのはあります。だからあのデバ包丁持ったことない人からしたら、デバ包丁初めて持った時って重いんですよ。え、こんな重いの扱えるのってぐらい、結構お客様でもそういう人多くて、本当にあの知らない人いたらかなり重く感じると思います。そのくらい重いです。でもう一個特徴があって、片刃ってことですね。三徳包丁とかペティナイフとか牛刀っていうのは基本的に両刃の構造です。でもデバとか、その後で紹介する刺身っていうのは片刃の構造なんですね。だから片刃なことによって、その魚から身を剥がすときに、その骨に沿わせながら骨に身を残さずに切り離すことができるんですよ。本当にこれ片刃と両刃で、ここのその全然違くて、得意不得意っていうのが。だから片刃包丁っていうのはすごくそういった作業に向いてるので、デバ包丁っていうのは片刃包丁です。でデバ包丁の、まあ余談なんですけど、デバ包丁ってあの昔出っ歯の人がこれを作ったからデバ包丁って言われてるっていう説があるんですけど、まあこれ説なので言ったもん勝ちじゃないですか。だから本当かどうか分かんないんですけど、まあ話のネタにはなるので、もしよかったら覚えておいてください。で次、刺身包丁ですね。刺身包丁っていうのが、まあ大体見たことある人いると思うんですけど、刺身包丁っていうのが、まあこういった包丁ですね。これ結構比較的かなり刃渡りが長い方です。ちなみにこれは30センチあるんですけど、まあ大体一般的な刺身包丁だったら24センチぐらいで、これより大体このくらいですね。このくらいのものが多いです。ただ刺身包丁の特徴としては、やっぱりシュッとしてて刃渡りが結構長いもの、絶対三徳包丁とかよりは結構長くなると思うので、長く感じる人多いと思うんですよ。でそういったのが、まあ特徴ですね。で刺身包丁の用途としては、デバ包丁で魚をおろした後、まあそおろした後のその作業っていうか、その身の状態を柵っていうんですよ。だから柵取りした後に、その柵をお作り、自分の作りたい料理、だからまあそれが寿司ネタなのかお作りなのか、どういった料理か分かんないんですけど、そういったまあ食べる状態に持ってくるまで仕上げるのがこの刺身包丁の仕事です。で刺身包丁って、まあ他にも柳葉包丁とかって言われ方あるんですけど、その柳葉包丁って言われる理由は、柳葉っていうまあ植物があるんですね。その葉っぱがこの刺身包丁のこの刃の形状にそっくりだったから、そういった柳葉包丁って言われることが多いです。もしかしたら柳葉包丁の方が聞き慣れてる方いるかもしれないですね。でちなみに柳葉の他にも、あの勝負とかとも言うんですけど、まあ基本的に柳葉っていうのが一般的です。そして刺身包丁もデバ包丁同様、片刃の包丁です。片刃包丁のことによって、あのよく角が立つって聞いたことないですかね。あのお作り引いてる時に、角がその盛り付けする時に角がピーンって立ったような、ああいった角が立つって、こういった片刃の包丁じゃないと綺麗に立たないんですよ。だからそういった意味でも片刃包丁っていうのはその魅力の一つですね。ってことで、これが刺身包丁です。もし使ったことない人いたら使ってみてください。では次、はい、では次、特殊包丁に行きます。ちょっと特殊包丁がかなり量あるので、ちょっとテンポよくやっていこうと思います。その前にちょっと休憩します。いや本当にね、この特殊包丁って本当にびっくりするようなもの出てくるんですよ。僕あのもしかしたら刃物屋さん行ったことある人わかると思うんですけど、もうなんでこの食材のためだけに作られた包丁があるんだって、もう思うこと結構あるんですね。本当にすごいんですよ。だからまあ日本人ってまあすごいな、まあ人間ってすごいなって思うことが結構あるんですけど、そういったことを紹介していきます。ではもう早速やっていきます。まずなきり包丁、なきり包丁っていうのがもうパッと見せるとこういった包丁ですね。このなきり包丁っていうのは家庭用の包丁ではあるんですけど、あまりその今使われてないです。昔はこのなきり包丁ばっかだったんですよ。このなきり包丁っていうのは、野菜専用の家庭用包丁と言われてる包丁です。まあどういったものかっていうと、両刃のこういった長方形なのが特徴です。こういった特徴があることによって、三徳包丁と比べて、あの打ち物と言われるこういったまあまな板につける作業ですねっていうのがやりやすいんですね。その理由がまあ重心が前にあるっていうのと、刃が直線的なことによって、そういった
切りやすいっていうメリットがあるんですよ。だからこういったなきり包丁っていうのを今でも好んで使っている人っていうのはいます。なのでなきり包丁使ってみたらすごくやりやすかったって人結構そういう声多いので、もし興味ある方使ってみてください。では次、薄刃包丁。薄刃包丁ですね。薄刃包丁っていうのがあるんですけど、薄刃包丁っていうのは片刃の野菜専用包丁です。今のなきり包丁は両刃の野菜専用包丁ですね。片刃包丁の野菜の専用包丁っていうのが薄刃包丁というものです。ちなみに和包丁の3本って言ったら、さっきその最初に言った出刃、刺身、薄刃、この3つが基本の和包丁の3本セットと言われます。なのでもし調理師学校に入ったとしたら、日本料理になったとしたら、大体この3本っていうのは絶対揃えます。でこの薄刃包丁っていうのがちょっとややこしくて、形状がいろいろあるんですよ。その形状っていうのが関東型とか関西型とかいろいろあって、その関東型っていうのが長方形 その見た目は若干なきり包丁に似てるんですけど、片刃の包丁です。で関西型っていうのが釜型と言われる、釜の形、この切っ先のこの背中の方が丸みを帯びてるんですよ。その釜型の包丁と、あと抜き物包丁と言われる細工包丁とか剣抜き包丁って言われるんですけど、そういった、薄刃包丁の中にもいくつか種類があります。ちなみにあともう一個皮抜き包丁っていうのもあって、その釜薄刃、釜薄刃って言うんですよ。ちなみに関西型の包丁って釜薄刃包丁の刃渡りの短いやつで、厚みもちょっと薄いやつを皮むき包丁って言うんですね。そういった包丁もあります。なので大体4種類ぐらいですね。その皮むき、むき物、関西型、関東型っていう薄刃包丁の種類があるので、もし興味ある方見てみてください。次、筋引き包丁。この筋引き包丁っていうのはスライサーとかって言われたりするんですよ。その包丁はどういった包丁かっていうと、刺身包丁、若干見た目は刺身包丁にそっくりです。でも何が違うかっていうと両刃なんですね。だから両刃のこの柳刃みたいなシュッとした包丁っていうのが筋引き包丁っていう、そのイメージ、特徴です。じゃあその筋引き包丁のその用途とかに関しては、スライサーとかそういった筋引きって言われるだけあって、よくあるのがローストビーフだったり、その普通に魚をその刺身にしたりとかですね、そのイタリアとかフランス料理でそういった時にその筋引き包丁とかって使われたりするんですけど、筋引きっていうのは例えば、ブロックのフィレ肉とかあったとしたら、その筋だけを取りたい時とかにすごく使えるんですよ。だから筋引きとかって言われるんですけど、そういった用途のある包丁です。だから結構肉屋さんで使われることは多いですね。魚を普通に身を下ろしたりすることもできるんですけど、肉を薄くスライスしたりとか、焼肉屋とかそういったことで使われることが多いです。では次、用出刃包丁。用出刃包丁っていうのが牛刀、見た目は牛刀なんですよ。見た目は牛刀なんですけど、もう厚みが出刃包丁のような牛刀です。その用出刃包丁っていうのはよく甲殻類とかですね、例えば伊勢海老とかそういった殻付きの魚とかそういった食材を切りたい時に用出刃包丁っていうのは使われること多いです。この用出刃包丁っていうのは出刃包丁同様、知らない、初めて持つ人いたら本当に重いんですね。だからそこにびっくりされる方、人多いと思います。で、用出刃包丁、あとさっき甲殻類って言ったんですけど、マグロの解体とかでも結構来る人多くて、その用出刃包丁を買いに求めに、だからマグロの解体とか頭を落とす時とかそういった作業の時には用出刃包丁っていうのは使えると思います。では次、見下ろし包丁。ちょっとこっから何本か出刃包丁のその一種の包丁です。その和包丁の出刃包丁ですね、の中のいくつか種類があるんですよ。その特殊包丁っていうのを紹介していきます。でそのうちの一つに見下ろし包丁っていうのがあります。見下ろし出刃とも言いますね。見下ろし包丁っていうのは出刃包丁と刺身包丁の間を取ったやつみたいな、いいとこ取りみたいな感じの包丁で、どういうことかっていうと、出刃包丁よりも薄いけど刺身包丁よりも厚いで、長さに関してというかその形ですねに関しても、その出刃包丁よりも若干細身なんですけど、刺身包丁よりも若干その厚めっていうのが見下ろし包丁の特徴です。で見下ろし包丁っていう名前だけあって、やっぱりその下ろすのにかなり特化してるんですね。だから出刃包丁よりも若干薄いので、その身崩れはしにくいんですよ。だから魚によって身崩れしやすい魚ってあるじゃないですか。鮭とかそういったそのボロボロになりやすい魚ですね。そういった魚に関してはこの見下ろし包丁っていうのはめちゃめちゃいいです。僕この見下ろし包丁大好きなんですけど、もし魚をさばくことが好きで、もしこの見下ろし包丁っていうのを使ったことない人いたら、ぜひ使ってほしいです。
では次、船行き包丁。船行き包丁も出刃包丁の一種です。もうパッと見、まあ出刃包丁なんですけど、出刃包丁よりもちょっと薄めなのが特徴です。だから出刃包丁ほどの厚みはいらないんだけどなっていう人に、まあすごく向いてるような包丁で、なんか結構好まれるのが、なんか船で使う、本当に船行きって言われてるだけあるかもしれないんですけど、なんか船で実際にまあその場で魚を下ろしたりとか、なんかアジとか、なんかそういった魚ですねっていうのをさばきたい時、まあ小回りの利くようなちょっと手軽に出刃包丁扱いたい時っていうのは、この船行き包丁っていうのはいいと思います。では次、アジ切り包丁。アジ切り包丁っていうのは、まあ名前がアジ切りなので、一応まあアジのために作られた包丁ではあるんですけど、実際そんなことなくて、まあ小魚ですね。実際アジ切り包丁ってだいたい 10.5 センチ、12センチのものが多いんですね。だから結構かなり小ぶりなんですよ。だからそういった小魚、例えばキスとか、まあ小アジですね。アジでも結構種類によって大きさあるじゃないですか。そのアジの中でもその小さい方です。そういった小魚にはめちゃめちゃ適してる包丁なんですね。ちなみにアジ切り包丁っていうのはかなり薄いんですよ。出刃包丁よりもかなり薄くて、例えば同じ刃渡りの出刃包丁とアジ切り包丁があったとしたら、出刃包丁の厚みよりも、アジ切り包丁の厚みってその出刃包丁のだいたい3分の1ぐらいなんですね。そのくらい薄いんですよ。だからこの、まあ、身崩れがかなりしやすいです。特にキスとかそういった本当にまあ小さい魚を切る時にあたっては、こういった包丁はかなりまあ必要になってくるというか、絶対こっちの方がさばきやすくなるので、まあ、こういった魚を扱う人にとってはこのアジ切り包丁っていうのはすごく重宝すると思います。では次、鮭切り包丁。鮭切り包丁っていうのはもう黒い大きな包丁なのが特徴です。ちょっと見た目ちょっとかっこいいんですけど、見た目はこんな黒打ちと言われる仕上げ方のものが多いです。でどういった特徴があるかっていうと、この見た目に反して薄いんですよ。その峰側見ると分かるんですけど、その同じ刃渡りの例えば出刃包丁と同じ刃渡りの鮭切り包丁があったとしたら、もう本当にだいたい半分ぐらいなんですね、厚みが。だから薄いんですよ。だからまあ鮭とかそういったなんか身崩れしやすいものに関しては、鮭切り包丁で切ることによって身崩れしにくく切ることができる。でただ鮭切り包丁ってなんかまあこう人によって使い方いろいろあるらしくて、そのまあさばくこともするらしいんですけど、そのまま魚をぶつ切りとかした時とか、なんかその一つの身にそのブロックにしたりとか、そういったために使う包丁、そういったことをする人っていうのもいるんですね。だからちょっと使い方っていうのは人それぞれだと思うんですけど、そういった包丁も存在します。では次、タコ引き包丁。タコ引き包丁っていうのは刺身包丁の一種です。でタコ引き包丁っていうのはどういったものかっていうと、別名関東型の刺身包丁って言われてるんですね。まあ昔関東で使われてたからそういった呼び名があるんですけど、ちなみにそのさっき見せた刺身包丁の柳葉包丁ですね、これっていうのは関西型とも言われてて、昔は関西の方でこれが主流だったので、これがその柳葉包丁、関西型の刺身包丁とも言われてます。で関東型の刺身包丁、だから今から言うタコ引きですね。タコ引きの特徴っていうのは、ちなみにあのタコ引きちょっと今ティムに言うんですけど、タコ引き包丁っていうのはその刺身包丁、関西型の柳葉包丁に比べて刃が直線的で薄くて細いっていうのが特徴です。だからかなりその本当に刺身包丁、同じ刃渡りの刺身包丁と同じ刃渡りのタコ引きで比べると、厚みもその幅も刃のラインも全然違うんですね。でそのタコ引きの中にも、タコ引き先丸とかタコ引き切りつけとか、普通のタコ引きはその長方形の切っ先が四角いのが特徴なんですけど、そういったタコ引き包丁っていうのもあります。でそのタコ引きのそのタコの由来ですね、そのタコ引きのタコの由来っていうのが調べたらいろいろ出てくるんですよ。いろんな説が出てきて、まあ実際になんかタコをさばく専用だった説っていうのがあって、まあタコってあの足がぐにゃぐにゃしてるじゃないですか。だからその足をぐにゃぐにゃしてるところで、タコ引きってあの切っ先が四角いから、切っ先ってとんがってないんですね。だからそのぐにゃぐにゃしてる足を探り探り入れて、で足を一本一本切るためにすごい特化した包丁だから、タコ引き、実際に本当にタコを切る専用の包丁としてタコ引きって言われたっていう説もあるし、もうタコは全く関係ないっていう説もあるし、ちょっとバラバラだったりするんですけど、まあそういった包丁もあります。では次、フグ引き包丁。フグ引き包丁っていうのは刺身包丁、見た目は刺身包丁です。で刺身包丁よりもかなり薄いのが特徴です。どういう包丁かっていうと、とにかく薄作りに特化した包丁です。やっぱり薄ければ薄いほど食材、切ってる時の食材の抵抗っていうのは少ないので、実際あのテッサって皆さんご存知ですかね。あのフグのお刺身のことをテッサとかって言うんですけど、そのテッサを切る時ですね、あのあれってめっちゃ薄いんですよ。もう透き通るような身をしてるんですけど、そういった
薄作りをするのにかなり特化した包丁です。だから薄く切りたい人、まあフグもそうなんですけど、例えばタイの薄作りとか、そういったちょっと繊維の強いその白身魚とかであるじゃないですか。そういった魚を薄作りにしたい時っていうのは、このテッサ包丁、フグ引き包丁っていうのはかなり使えます。でこのテッサ包丁、さっきからテッサ包丁って言ってるんですけど、フグ引き包丁の別名がテッサ包丁っていう名前です。だからもしかしたらこっちの方が知ってる人いるかもしれないですね。テッサ包丁、関西ではそのテッサって言うんですよ、フグのことを。そのテッサっていう言われてる理由が、テッサっていうのはさっき言ったようにそのフグのお刺身のことです。じゃあそのテッサの由来は何てかっていうと、テッサっていうのは略さずに言うと、その鉄砲の刺身なんですね。じゃあその鉄砲って何かっていうと、フグって当たったら死ぬって言われてるんですよ。その当たったらっていうか、毒があるじゃないですか、フグって。だから毒に当たったら死ぬって言われてるんですね。で当たったら死ぬっていうことで、で鉄砲も当たったら死ぬじゃないですか。だからその鉄砲って言われてるんですね。でその鉄砲のまあ刺身でテッサっていうことです。でそういったまあ由来があって、てっちりとかフグの鍋とかですね、まあてっちりとかって言うんですけど、まあそういったいろいろ名前の由来があったりします。これすごく面白いですよね。では次、骨付き包丁。骨付き包丁っていうのが実際こういった包丁なんですけど、骨付き包丁って僕これ大好きな包丁なので、ちょっとこの包丁について今度特集出したいんですけど、この骨付き包丁っていうのは一応使い方としては、なんか丸鶏とかそういったのを解体するとき、あとなんか下ビラメとかちょっとした魚ですねっていうのを解体するとき、捌くときにかなり使われる包丁です。でこの骨付き包丁っていうのは、形形状が2種類あって、丸型と角型っていうのがあるんですよ。これも東型と西型って言われるものが多くて、この角型っていうのが実際これですね。この角型っていうのが、この顎がここに、まあこの角、顎があるタイプです。で丸型っていうのが顎がないんですよ。この顎がないから、この柄にそのまま歯が続いてるんですね。だからそういった形状の違いがあるんですけど、その形状の違いっていうのは、まあ好みというか、実際まあ使っててどっちが使いやすいかっていうのがあります。ただ個人的にはこの角型の方が、まあ普段普通にもう顎があるような包丁ばっか使ってるので、こっちの方がやりやすいんですけど、人によってはその丸型ですね、なんかジビエ関係の料理、例えばなんか飼料関係ですね、そういったことを扱ってる人に関してはその丸型が好まれたりもします。実際なんかカワハギとか丸型の方がなんかしやすいらしいので、まあそこはちょっとお店でちょっと持ち比べてみたりして、その骨付きっていうのは見てもらったらいいと思います。はい。でちょっと特徴言ってなかったですね。特徴っていうのが、刃渡りがだいたい15センチ、150ミリぐらいなのが一般的です。で厚みっていうのが、ペティナイフとかよりもちょっと、ペティナイフにまあちょっと一瞬パッと見似てるんですけど、厚みが全然違うんですよ。わかりますかね、厚み。これこっちペティナイフで、こっち骨付きですね。かなり違くて、だいたい3倍ぐらいあるんですけど、かなり小ぶりな包丁なんですけど、かなりまあ頑丈な強力な包丁です。だからかけにくいんですね。だから丸鶏とかを解体するときに、その骨に当たってもそのかけにくいような作りになってます。ってことでこんな包丁もあります。本当にこの包丁僕大好きなので、今度紹介させてください。で次、まだめっちゃあるな、ちょっと休憩しますね。はい、ということでここまでいかがですかね。ちょっとここまではまだ特殊包丁の中でもちょっとまあ一般目、結構その料理界の中では結構使われているものが多いものが多いです。で今から紹介するのはさらにちょっともっと特殊というかマニアックな包丁たちになってくるので、ぜひ最後までお楽しみください。では実際紹介していきます。次、中華包丁。中華包丁っていうのが僕この1本だけ持ってるんですけど、中華包丁っていうのがこういった大型の包丁ですね。ただ中華包丁って意外と薄いんですよ、その見た目以上にね。まあ物によって違いますよ、もっと太いものとかあるんですけど、僕が思った印象っていうのは見た目以上に軽いなと思ったんですよ。出刃包丁よりも軽いんですよ、この刃渡りに対して。っていうのは結構薄いんですね、思ったより。だから意外と扱いやすい。で、中華包丁ってもう本当にこの包丁1本で何でもこなすんですね。もうだからこの中華包丁っていうのは超万能包丁です。ただ注意しなきゃいけないのが、その骨とかっていうのはやっぱりその、まあ、研ぎ方によっても変わるんですけど、かけやすいので、そういった、まあ、ちょっと粗めの作業をする時っていうのは研ぎ方を変えたりだとか、まあ、注意するようにしてください。
はい、で中華包丁の特徴を言うと、中華包丁ってのは見てわかる通りこういった長方形の大型の包丁です。で刃の形がこれまっすぐじゃなくてちょっと弓なりなんですね。弓なりなことによって中華包丁の特徴って落とし切りっていう切り方するんですよ。その時に重さを利用して切るために、まあこういったまあ形状というか大型の包丁なんですけど、それで重さを利用してこうやって切っていくんですね。この手首のスナップとかを利用して、でその時にまな板につかるつける時に弓なりなことによって全部がちゃんとこの当たってくれるんですよ、こういう感じで。だから弓なりになってて、でその落とし切りがしやすいんですね。そのめっちゃスムーズな動きができるんですよ。これがもし直線だったらそれができないじゃないですか。だからちょっとこうやって弓なりになってるっていうのが特徴です。本当にこの中華包丁使ったことある人いたらわかると思うんですけど、めっちゃ万能です。でめっちゃ楽しいです。だからこれにハマったらちょっとやばいです。僕この中華包丁を使いたいがために、料理の専攻ですね、僕日本料理専攻だったんですけど、まあ中国料理行こうかなと思ったぐらい、この中華包丁っていうのはもうめっちゃいいですよ。もう超楽しいです。はい、では次、骨切り包丁。骨切り包丁っていうのが実際は僕1本持ってて、こういった包丁ですね、こういった包丁。この骨切り包丁っていうのは別名ハモ切りとも言われてるんですね。ハモっていう魚ご存知ですかね。ハモっていうのはかなりうなぎみたいな見た目してるんですけど、ハモっていうのはすごく小骨がめちゃめちゃ多い魚なんですよ。だからその魚を調理するにあたってその骨切りっていう作業が必要になってくるんですね。ちなみにハモ以外にもアイナメとかそういった小骨が多い魚っていうのはこの骨切り包丁っていうのは使われて、その小骨をその細かく表面だけその切るんですね。切り切らずに小骨だけを切るんですよ。そのためにこういった骨切り包丁っていうのが必要になってくるんですね。でその骨切り包丁の特徴としては片刃の包丁で、で結構厚いです。だから見た目以上に重かったりもします。だって重さをまあ利用して切っていくので、これ本当に骨切りってめっちゃ難しいんですよ。ただ骨切りしてるとこ見てるもの楽しくて、やってる人とか見たら僕ずっと見ちゃうんですけど、骨切り包丁っていうのはでもかなり技術が問われます。本当に骨切りがちゃんとできてなかったら口の中にもう骨が残りまくるんですね。だからもしそのいいちょっと日本料理屋さんとか料亭とか行った時にもしハモ料理が出てきたとしたら、そのちょっともし口に残るようだったらそのハモそれ切った人っていうのはまあ下手くそですね。でもしハモを食べた時に骨感が全くなかったら、もうそのハモを切った人、骨切りをした人っていうのはもうすごい技術の持ち主なので、もうそこは感動するようにしてください。でもこの骨切りっていうのは本当にこういった包丁がないと綺麗にできないんですね。まあその刺身包丁とかでもできなくはないんですけど、刺身包丁でやった場合そのすぐ刃がボロボロになるんですよ。それ専用に刃付けしてたら問題ないんですけど、刺身包丁でやるっていうのはあまりおすすめしないです。だから骨を切る専用の包丁、小骨ですね、小骨を切る専用の包丁っていうのはこういった骨切り包丁っていうのは必要になってきます。では次、うなぎ裂き包丁。うなぎ裂き包丁っていうのがあって、うなぎ裂きってこれすっごい面白いですよ。うなぎ裂きって地方によってさばき方違うんですね、うなぎって。だからそのさばき方によって生まれた包丁がいろいろあるんですよ。でどういった包丁かっていうと、例えば江戸先と言われる、まあ、関東型東京型とも言われる包丁で、京都型大阪型名古屋型九州型、もういろいろあるんですね。面白くないですか。で本当に形状もバラバラなんですね。で実際なんでそういった包丁があるのかというか、そういったさばき方があるのかっていうと、腹開きとか背開きっていう文化の違いがあるんですね。その文化の違いっていうのが、大阪って商売の文化なんですよ。で腹を割って話すっていう言葉があるように、そのだから腹開きなんですね。で東京の方っていうのは武士の文化なんですね。だから腹開きっていうのはその腹を切るっていうのは切腹を意味しちゃうんですよ。だから背開きだったりします。そういった文化の違いがあって、そのさばき方開き方っていうのは変わって、でそれに特化した包丁っていうのが生まれたんですよ。で今実際本当にそれぐらいの種類の包丁があって、もう僕も全部これ使ったことないので分かんないんですけど、まあ面白いですよね、こういった違いもあります。では次、締め包丁。締め包丁っていうのがあって、例えばその船とかで魚釣った後ですぐその鮮度を保つために神経締めとかしたりするんですよ。でその時に魚のその頭の方とそのお尻の尻尾の方に切り込み、その歯を入れて、でなんかピアノ線とかそういったのを神経に入れて神経抜きとかするんですね。そういったまあ締める時ですね、そういった時に使われる包丁です。まあ使われるというかそれがしやすい包丁です。そういった締めるための専用の包丁っていうのもあります。
ります。では次、面切り包丁。面切り包丁というのは別名そば切り包丁とかとも言うんですけど、特徴としては画像で出てる通り柄のこの持つ下の部分まで刃があるんですね、こういう感じで。だからそのどうしてそういう形状かっていうと、面ってなんかこういう感じで切っていくんですよ。その時にその上から下までちゃんと均一に切れないとやっぱりブレちゃうじゃないですか。だからその刃のその持つところですね、その持つところのその重心っていうか、その持つところっていうのはできるだけその面に対してできるだけ極力真ん中の方がやりやすいんですね。その方が揃いやすいんですよ。もしその手前だったら、まあ、ブレるリスクが高まるので、でそういった意味で刃がその手の下まであります。で刃が直線的ですね、面を全部ちゃんと同じタイミングで切れるように、平行にまな板と平行に切れるように刃が直線的なのが特徴です。これがそば切り包丁とか面切り包丁って言われる包丁です。この面切り包丁使ったことある人分かると思うんですけど、まあ最初は難しいんですけど、慣れたらめちゃめちゃ楽しいんですよ。その駒板っていうのがあって、その面を折りたたんだ面の上にその駒板を置いて、でその面切り包丁で切っていくんですけど、そのリズム感が一回掴んだらもうめちゃめちゃ楽しくて、もう一回ハマりますよ。僕ちなみに蕎麦がもう好きで好きでたまらない人なんですけど、蕎麦切り包丁で蕎麦をもう麺を打つ瞬間っていうのはもう楽しくて楽しくてもうしょうがない。では次、寿司切り包丁。寿司切り包丁っていうのがあって、見た目はこう、すごいなんかね、半月というか、その刃がねめっちゃねこう弓なりなんですよ。めっちゃさっきの中華包丁と比べても全然弓なりなんですよ。もうすっごい弓なりなんですね。でその意味っていうのは、ちなみにこの寿司切り包丁って、まあ寿司を切るっていうよりも、これちょっと名前を変えた方がいいと思ってて、巻き寿司専用包丁の方がいいと思うんですよ。巻き寿司包丁ですね。その太巻き寿司とか、その細巻きとか、海苔とかで巻いたお寿司を切る包丁なんですね。それに特化した包丁です。その理由っていうのが、その弓なりなことによって、そのご飯とかを、まあ、潰さずに切ることができるんですね。包丁って基本的に前後ですね、その引くか押すかしか切れないので、こういう動きをしなきゃいけないんですけど、そのもともと弓なりなことによって切る時に、まあそれが実現しやすいんですよ、切ってる最中に。でだから実際に切る時っていうのは、まあでも勢いよくさって切るんですけど、その時にまあそっちの方がご飯をその米粒を潰さずに切りやすいんですね。だからこういったその巻き寿司に特化した包丁っていうのもあります。これすごい面白いですよね。では次、持ち切り包丁。持ち切り包丁っていうのがもうこういう包丁、こういう使い方するんですけど、持ち切り包丁っていうのは取っ手が2つついてます。で体重をかけて、その同じ体重で、だから同じ圧をかけたいから取っ手が2つついてて、で同時に均一に切るためにそういった、まあ、形状というか、そういった包丁があります。はい、なのでこういった包丁もあるんですけど、実際どうなんですかね。僕使ったことないので、実際生で見たこともないので、どういった使い方というか、どういう風なんだろうなっていうのは思うんですけど、これメッツァルーナって皆さんご存知ですか？もし食撃の相馬とか見てる人いたら知ってると思うんですけど、メッツァルーナっていうのは今の持ち切り包丁がこういうこっち側に絵がついてるのに対して、メッツァルーナっていうのはこっち側に絵がついてて、でかなりその半月って意味があるんですよ。半月って言ってかなり弓なりな、こういった取っ手のこういって使い方するんですけど、まあみじん切りとかわーってやったり、そういったことをするんですけど、そういったメッツァルーナって言われる包丁もあります。すごい面白いですよね。では次、スイカ切り、まあ、スイカ包丁とか言われるやつなんですけど、スイカのためだけに生まれた包丁です。どういった包丁かというと、めっちゃ長い長方形の結構薄い包丁ですね。そういったのがスイカ包丁です。でこの次にカボチャ包丁っていうのもあります。カボチャ切りって言われるの。カボチャ切りとスイカ切りっていうのはちょっと似てるんですよ、若干見た目がね。でもその違いっていうのが、厚みがかなり違くて、スイカ包丁っていうのはかなり薄いです。そういった理由っていうのは、スイカってやっぱり柔らかい食材で見荒れとかもしやすいので、薄いほどやっぱり抵抗が少ないじゃないですか。でもカボチャ包丁っていうのは厚みがかなり厚いんですね。で例えば薄いそのスイカ切りでカボチャを切った場合、まあ欠けやすいじゃないですか。だからカボチャ包丁っていうのは刃が欠けにくいためにちょっと厚めに作られてます。
はい、なのでこういったスイカ切り、かぼちゃ切りですね、こういった包丁もあります。では次、羊羹切り。羊羹切りってのもあるんですよ。羊羹のためだけの包丁ですね。もう羊羹に特化した、だから羊羹じゃなくても、例えばごま豆腐とかそういった練り物とか、そういったものですね、そういったものに使われるような包丁なんですけど、どういった包丁かっていうと、もうめっちゃ薄いんですね。薄くて刃が直線的なのが特徴です。だから薄いから全然、てかまあ柔らかいものしか切らないので、それだけ薄くていいんですけど、そういった直線的なことによって同時に切ることができる、だからブレないですね。そういったメリットがあります。だからもし羊羹切りたい時とか、ごま豆腐うまく切りたいなって時には、この包丁どうですかね、ぜひ使ってみてください。では次、カステラナイフ。カステラナイフっていうのは、まあ本当にカステラってまあ大きく出来上がって、それを綺麗に切り分けるために結構長いものが特徴なんですけど、このカステラナイフっていうのも、あの波刃とそのまっすぐな刃っていうのがなんか2種類あって、それによっても、あの人によってどういった作業というかによって変わったりするんですけど、そういったカステラ専用の包丁っていうのもあります。で、あとまあパレットナイフとかですね。パレットナイフっていうのは、なんかケーキの生クリームをなんか整えたりとか、まあいろんな使われ方するんですけど、そういったパレットナイフっていうのもあります。では次、サーモンナイフ。サーモンナイフっていうのは、あの筋引き包丁ですね。筋引き包丁の一種なんですけど、筋引きよりもかなり薄いのが特徴です。そのサーモンナイフっていうのは、まあ実際にしなるんですよ。まあソウルナイフとかって言われたりもしたりするんですけど、実際そのサーモンナイフっていうのはよく使われるのが、スモークサーモンだったりとか、その生ハムとかですね、できるだけ薄く切ったりとか、そういった時にもう極薄の筋引き、だからまあサーモンナイフって言われる包丁が使われたりします。では次、冷凍包丁。冷凍包丁っていうのがちょっと2つの意味合いがあって、その1つ目っていうのが、あのギザギザの包丁ですね。その冷凍食品とかを切るような、かなりノコギリみたいなギザギザな包丁と、めっちゃごっつい包丁があるんですよ。もう本当にごっつごつの包丁。どういった包丁かっていうと、その冷凍包丁の中でも、まあ、さらに2種類あって、角付きと角なしっていうのがあるんですね。その角付きっていうのが、まあ画像で見せておくと、あのこの切っ先の方になんかね、角があるんですよ。本当にもうサイみたいな角があって、その用途としては、あの実際に例えば冷凍のブロック肉とかを切るときに、あのその角を押さえて、でテコの原理で切りたい時とかで、まあ使い方によってはその角を利用してなんか食材を引き寄せたりとかするらしいんですけど、そういったメリットがあります。だからそういった角付きと角なしっていう包丁と、でまあ他の冷凍食品ですね、なんかまあ別の冷凍食材とかを切る時の、あのギザギザのノコギリみたいな冷凍包丁っていうのもあります。では次、クレーバーナイフ。クレーバーナイフの他に、まあチョッパーナイフとも言われるんですけど、まあ骨切り、骨をぶった切る包丁ですね。そのクレーバーナイフっていうのは、見た目としてはなんかこの穴が開いてるのが特徴なんですよ。その穴っていうのはフックをかけるために作られた穴なんですけど、なんかまあかかってるんですね。なんか殺人映画とかで見たことないですかね、ちょっと怖い系の映画で、まあああいったのが、まあわかんないですけど、ああいったのが、チョッパーナイフ、クレーバーナイフと言われるものです。で実際に本当にめっちゃ重いです。とにかく熱いんですよ。だから骨とかをもうぶった切りたい時、もう重さをとにかく利用してもうぶった切りたい時とかっていうのは、ああいった包丁が使われます。では次、パーリングナイフ。パーリングナイフっていうのは本当に、もう一言で言うと、ペティナイフよりもさらにその小型、もうめっちゃ刃渡りがだいたい7センチとか6センチとかそのくらいのものなんですけど、そういったものがパーリングナイフと言われます。使い方としては、なんかまあこういった、まあかなり一応万能包丁なんですよ。ペティナイフが万能包丁なのに、同じように万能なんですけど、使い方としてはなんか面取りだったりとか、なんか本当に細かい作業ですね、彫り物とかもしやすいんですよ。飾り切りとかそういったのにすごく重宝するような包丁です。でこの後紹介するのがピーリングナイフというものです。ピーリングナイフっていうのがこういったものです。これ分かりますかね、こっちが峰でこっちが刃ですね、この三日月状の。だからこれこうやって切ってももちろんですけど、そのまな板に対してここ空洞ができちゃうので、絶対こうでは切れないんですよ。これの包丁っていうのはもう完全にその彫り物ですね。よくなんかスイカとか、そういったメロンとかでそれをバラに仕上げたりとか、ああいったまあフルーツカービングとかって言われるんですけど、ああいったもの見たことないですか。そういった時にこういうのはまあ使われたりします。すごくやりやすいです。僕この包丁大好きなんですけど、こういったものでああいった彫り物、そういった飾り切りをすると、すごくまあクオリティの高いものに仕上げることができます。では次、
チーズナイフ、チーズナイフっていうのが、あのこれも結構質問で言われたりするんですけど、このリンゴの後ろにあるこの穴だらけの包丁なんですかって質問結構多いんですけど、まあ、チーズナイフなんですよ。チーズナイフっていうのが、チーズナイフって調べたらわかるんですけど、もちろんチーズの種類もたくさんあるので、それだけチーズナイフの種類もたくさんあるんですね。実際になんかもう糸のこみたいなチーズナイフとか、まあこういったチーズナイフとか、いろんなチーズナイフがあるんですよ。で、僕その中で思ってるのがこのチーズナイフなんですけど、ちなみにこの穴の意味っていうのは、ほぼないと言ってもいいです。まあ実際にあるんですよ、意味っていうのは。穴が開いてることによってそのピタッと貼り付かずに切った後、まあ剥がしやすいっていうメリットあるんですけど、この穴をなんか使ってなんか型を抜いたりとか、そういったわけじゃないです。穴っていうのは基本的にこれはまあデザイン性ですね。で、まあ本当に僕このデザインが気に入って、まあチーズっぽいじゃないですか、なんかトムとジェリーに出てくるような、そういったチーズっぽいので僕はこれを選んだんですけど、まあこれはチーズナイフです。だから本当にチーズの種類によって、本当にあの糸の方が絶対切りやすい包丁っていうか、チーズもあるし、本当にあの種類によって全然バラバラなんですけど、そういったチーズのためだけに作られた包丁っていうのもあります。はい、では次、残り2つですね。では次、パン切り包丁。まあこれ持ってる人多いですね。僕パン切り包丁っていうのが、実際に僕この、まあ、パン切りしか持ってないんですけど、パン切り包丁っていうのがこの波刃なのが特徴ですよね、パンをあの切るために。ただ注意しなきゃいけないのが、以前動画で紹介したんですけど、パン切り包丁ってパン専用ではないんですね。僕これ本当に名前変えた方がいいと思ってて、あの実際に詳細で言うと、これっていうのはそのバゲットとか、そういった表面が硬いハード系のパン専用の包丁なんですね。どういうことかっていうと、食パンとか、まあそういった食パンで作ったサンドイッチとか、そういったものに関しては絶対に波刃じゃなくて、普通のこういった三徳包丁とか牛刀とか、さっき言った筋引き包丁とか、切れ味のいいそういった包丁で切った方が 100% 断面は綺麗で美味しく仕上がります。でもこの波刃の包丁でしか切れないものっていうのは、表面が硬いやつ、バゲットとかフランスパンとか、そういったのに関してはこういった波刃じゃないと切れないので、こういった包丁が必要になってくるんですけど、そのパン全てってわけじゃないんですよ。だからパン切り包丁かっこハード系のパンっていう風な感じで、あの決めた方がよくて、本当にお客様で多いんですね。そのパン切りたいから、食パンを普段朝毎日サンドイッチ食べるから、このパン切り包丁欲しいと思ってるんですよねって人が多くて、その度に毎回説明するんですけど、切れ味のもしいい包丁を使ってるのであれば、絶対にまっすぐな刃の方が切りやすいです。ただもちろんですけど、まっすぐな刃でも切れ味が悪かったら、もちろんですけど、こっちの波刃の方が切りやすいですよ。食パンであろうと、どんな包丁、どんなパンであろうと。だから実際に本当に試してみてほしいんですけど、切れ味のいい普通のまっすぐな包丁で食パンとか切ってみてください。もう全然違います。では最後、マグロ包丁。マグロ包丁っていうのはもうとにかく長い、もう日本刀みたいな包丁ですね。もうとにかく長いやつです。なんか2尺とか3尺とかあったりするんですけど、ちなみにその尺っていうのは30センチ、1尺30センチですね。それがまあ2尺とかって、その60センチですねとか90センチのものがあったりするんですけど、そういったマグロの解体ショーとかで使われるような包丁をマグロ包丁と言います。実際解体ショーとかでよく使われるだけであって、あの裏の方で解体する時っていうのはわざわざそういった包丁を使わないですよ。実際そのマグロの解体ショーとかって、そういった長い包丁を一人で扱うことっていうのは少なくて、その反対側からも誰かがその布を巻いて持って、で一緒にギコギコしながら切っていくっていう、まあ実際まあパフォーマンスがあるんですけど、そういった時に使われます。はい、というマグロ包丁ですね、といった包丁もあります。僕あのマグロさばいたことないんですけど、実際に本当にめっちゃさばいてみたくて、いつかまあ YouTube でこの場でさばけたらなと思ってます。はい、ってことで以上です。いかがだったでしょうか。もちろんあの僕が知ってる範囲なんですね。だから調べたらもっと絶対あるんですよ。だからもしもっとこういった面白い包丁ありますよとかって知ってる方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ってことで最後にまとめると、まあまとめというか、あのまあすごくないですか。めっちゃこんな種類があるんですよ。でまあ日本ってか、日本の包丁だけでも、まあこういった出刃包丁、刺身包丁、薄刃包丁とかっていうのもあって、すごくないですか。その作業、その食材のためだけに生まれた包丁ってすごくないですか。だから日本人ってそれだけその、まあ、思いやり、おもてなしというか、
その食材ごとに使い分けたいんですよ。それに特化した包丁っていうのを生み出したいっていう、まあその精神、その気持ちっていうのを素晴らしくないですか。だからもう本当にこの作り上げてくれたもう先人たちに本当にもう感謝しかないんですけど、だからこれっていうのはもう海外にはないその心から生まれたそういった文化なんですね。これって本当にすごいことだと思うんですよ。なので僕もそういった先人たちに負けないようにというか、まあそれをその心を引き継ぐために新たな包丁を生み出したいなって思ってるんですね。いつかもし自分が包丁を作るなら、もうこの食材に対してだけの包丁をいつか考えれたなと思って、最近質問できたんですよ。もし僕が大入さんが包丁を一から作るとしたらどんな包丁を作りますかって来て、めっちゃ僕真剣に考えたんですよ。でいろいろ本当に思いついて、もう結構思いついたんですね。だから今度ちょっと紹介したいと思います。その僕がもし作るとしたらこういった包丁を生み出したら絶対いいだろうなっていう包丁がまああるので、そういった動画も今度紹介しようと思います。はい、ってことで僕以前の自己紹介動画で紹介したんですけど、僕包丁持ってる包丁の数っていうのは今44本ぐらいなんですね。でも今日紹介した包丁っていうのは全然持ってないんですよ。もう全部の包丁欲しいんですね。もう何もかも全ての包丁が一回揃えたいんですよ。死ぬまでの目標の一つなんですけど、全部の包丁をもうかき集めたいです。もう全部欲しいんですね。でそのまあ一本一本多分手に入れていくと思うんですけど、その手に入れるごとにレビュー動画として紹介もしていくと思うので、ぜひまあちょっとその姿を見ていってくれたら嬉しいと思います。はい、ということで終わります。最後に1点だけお知らせさせてください。僕包丁研ぎサービスというのを始めて、包丁研ぎサービスっていうのが実際で郵送でのご依頼と、で出張研ぎっていう2つのサービスがあります。郵送でのご依頼っていうのは実際に僕に届けてもらったら、実際に僕が砥石をいろいろ選んで、その包丁に合った研ぎっていうのを実際して、でまた送り返すっていうサービスと、で出張研ぎっていうのは実際にその場に出向いて包丁の研ぎ方だったりとか、その研ぎ以外でも切り方とかいろいろできるんですね。料理の撮影だったりとか、もう何でも雇していくことができるので、ぜひそういったサービス興味ある方っていうのはぜひ僕のインスタグラムの方でご依頼方法を載せてるので、よかったら見てみてください。はい、それでは今回のように包丁の質問だったりとかいろいろ募集してますので、またコメント欄でお待ちしております。本当にいつもコメントくれる方本当にありがとうございます。本当に僕の励みにもなってるし、僕のその新たな知識にもなってるんですね。だからそういったその職人さんだったりとか、実際に今料理で現場で働いてる人っていうのは、その実際の体験談とか、まあ失敗談とかいろいろ教えてくれる人、すごくありがたいです。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。では今回の動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。